上に行く。人が高いところに上がると下半身強化をしっかりしておくというのがまず全然。そうですね。本当に飛ばしたいんだったらもう。はい、皆さんこんにちは。今日もこちらのスタジオで練習というか珍しくレッスンボールにとってやりたいと思います。皆様男のロマンですね、一人というのは。ということで今日は一人アップレッスン、私なりの一人アップレッスンをやっていきたいと思います。まず気をつけていることとかをいくつか紹介していければと思います。はい。で自分の中で飛んでる時と飛んでない時の違いはですね、どこかでお話ししたことあると思うんですけど、トレーニングとかされる方されない方いると思うんですけど、スクワットするじゃないですか。で例えば普段40キロだとして、この重いものが上がる時こそ飛距離が出てる、そこが比例してると思います。っていうのはもうやっぱりしっかり足で地面を踏む力が、姿勢とかもそうですけど、もちろん体が整っているとかずれたりとかしたらやっぱパワー出ないし、しっかり両足で地面を踏む力が出力が出せている時っていうのが自分の中ですごい飛ぶので、逆に言うと全然上がんない、ヘロヘロみたいな、押せないみたいな時はもう飛ばないんですよ、本当に。頼むから皆さんも別に重いもの持ってったわけじゃないんですけど、ちょっと負荷かけてもしっかり地面を踏む、膝でっていうよりかしっかり上がるときに地面をグッて踏むスクワットとかもすごいおすすめかなと思います。それはトレーニング的なことですけど。ってことで私は結構多分いわゆる地面反力を使って多分飛ばすタイプだと思うんですけど、カタリストとか皆さんいっぱい動画を見てる方はね分かると思うんですけど、地面の出力を測る器具があるじゃないですか。私は立てる地面反力が得意だったんですけど、これが必ずしも全員が全員得意なわけじゃないので、回転が得意な方もいるし、横左右動で飛ばす方もいるので、結構そこは本当に一概に言えないので、全然イメージわからないなって方は真似しない方がむしろいいと思います。やっぱ飛ばす人にも、何タイプか多分あると思うので、私は多分結構そういうタイプだなって思います。あとなんかこのキックっていうのは動画を見てくださってる方とか、もっと前のから私を知ってるくださってる方とかは昔多分すっごいトップが低い時期とかもあったんですけど、結構高い時と低い時がすごい変わりやすい方だったんですね。それで言うとダントツ高い時が一番飛びましたね。ドラゴン戦とかもいいんですけど、落下力というか落下の力とかもあるので、ここはやっぱ高い方が飛ぶかなと思いました。それも手の位置が高くて、これは手の位置は高いけどヘッドの位置ここじゃないですか。そういうんじゃなくてヘッドが上に行く、ヘッドが高いところに上がるとこの下ろす力が飛ぶかなっていうのはめっちゃ思いました。これはでもスイング的な話なんで何とも言えないですけど、レッスンっていうかちょっと持論を話す会みたいな。でもさ、その方がいいよね。やっぱ私はこうだしとか絶対みんな当てはまるわけないし、自分はこういう方が飛距離が飛んでるよとか、多分似てるタイプ、私と似てるスイングタイプだなって思う人も多分いると思うし、逆に言うと全然リュウちゃんのスイングのイメージ湧かないけどいると思うから、似てるタイプの人を参考にしてもらっていいかなと思います。で、あともう一つ、やっぱ例えばじゃあ40とか持とうとしてこう置いたりするじゃないですか。私は多分これをこういう力では絶対上げれないんですよ。だけどスナッチって言って分かりますか。こうやってここから足の力をこうやって使えば多分上がるんですよ。分かります、この違い。例えばちょっと重い米とか持つ時にちょっとこうやって足で踏ん張ってこうやって持つじゃないですか。だけどこの足を使わずに手だけで上げれるのって全然キロ数が違うんですよ。それと一緒でやっぱり足を使わずに手だけで出せる出力と全身運動、これってやっぱ全然違うから、足をやっぱどの方向であってもやっぱ使っていきたいですね。飛距離だけを考えたら、まっすぐ飛ばすとかだったら全然もうほんと手だけでも飛ばせるかもしれないですけど、体の回転もね、飛距離になるとある程度足の力も必要なんで、このいわゆるステップ打ちですよね。こういう右左、右踏んで左にって、これも連続するみたいな、右行って左に乗る、この流れで右乗って左乗る、右乗って、ここしっかりここで踏む、下にね踏む。これスイングどうでもいいから、もう遠心力さえ感じてれば、むしろなんかこう作りに行ったら力入るんで飛ばなくなるから、もうこうね、もうこういう感じ、右にも左にも遠心力がかかるのが多分一番飛ぶ気がするんですよね。で結局踏んで体とヘッドのこの引っ張り合い、この引っ張り合い、これで持ってかれたら、だから体が例えばこう突っ込む人ってこれ飛ばないんですよ。体が残ってヘッドが遠心力かかる、いわゆるビハインド・ザ・ボールみたいな、こうやって飛べますよね。これ一瞬こうやっていっちゃうと、このなんていうの、引っ張り合いの力がなくなるから、ただ多分みんなプロとかここまでちょっとしゃがむけど、なんと一瞬ちょっとこう後ろに行くように見えるんですよ、多分駒奥のことと。でもそれになんかイメージ的な話なんで、それを実際どう作るかはちょっと微妙なんですけど、とりあえずこのステップ打ちね、足を地面を感じてヘッドを放る感じを身につけるっていうね。やっぱスイングすごい考えちゃう人多いと思うんで、やっぱこれぐらい何も考えないで振るのもすごいおすすめです。一人だけじゃなくて、結果方向も良くなったみたいなことを言ったりするんで、なんかボール飛ばせる人ゴルフうまいみたいなことを言ったりもするので、一般レベルとかで言ったらね、もしかしたらどっちも良くなる可能性もあるので、この素振りとかは飛距離だけじゃなく結構おすすめかもです。しっかり地面感じて、ちょっとスクワットとかジャンプスクワットとかもおすすめかも。やっぱ足を使ってみたいな、やっぱ全身運動もね関わってくるので、そんな感じでやっていただけるとヘッドスピードも上がると思うし、スイングも遠心力もかかる、飛距離も伸びるし、そのスイングの形はねあんま変えなくてもいいですけど、そのヘッド高く上げるとかはチャレンジしてもいいかなって思います。もともとの高さに上げるけどね、そんな感じでいろいろやってもらえると新たな発見があれば嬉しいです。いかがでしょう、何か質問ありますか？はい、はい、まずこの練習場に来る前に下半身強化をしっかりしておくというのがまず前提。そうですね、本当に飛ばしたいんだったらもうゼロ飛びじゃちょっと厳しいのはあるかもしれないですね、ある程度やっぱりスクワットとか下半身強化は大事かな、ジャンプスクワットとかランジそう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 。ちなみにリカさんスクワット何キロ上げあるんですか？今は全然多分40キロとか全然そんなもんでやりますけど、本当にガチでやった時はハーフスクワット80キロとかやってます。もう20歳過ぎぐらいの時、もう運動トレーニングしてて、はい、デッドリフトとかも90キロ1回ですよ、これ一発の力みたいなやってて、デッドリフト90やばいし、やばいですよね、もうほんとそれぐらいの過酷なウェイトトレーニングしたので今あるっていうのは別にあると思います。もう聞かれますけど、いろいろ飛距離の秘訣とか、はい、やっぱ足も多分見てる通りすごいし、それの貯金がやっぱ少なからずあるかなと思います。ありがとうございます、ね、練習場に来たらこれですね。そう、ステップ1、地面振るやつと、あとちょっとヘッド高く気をつけてみるのと、あと何より自分の 120% の力で振る癖をつける、飛ばしたいな。結局やっぱスピードがめちゃくちゃ大事なので、飛ぶ人って例えば私が振ってて、はい、なんで力なくて、はい、なんか女の子で、うん、なのに飛んですごいみたいな、ゆっくり振ってるように見えるのにみたいに言われるんですけど、多分ヘッドスピード測ったら同じとか、下手したら私の方が速いとかってありえるんですよ、はい、だから結局スピードもめちゃくちゃ大事なんで、それこそ重いの持って滑るバートの滑りとか、うん、これでもドライバーでもいいんで、自分の普段振ってる力よりも 120% 力で滑り、うん、して実際打つっていうのを繰り返すと、やっぱ自然にスピードも上がってくるんで、うん、なんか打ち方も大事ですけど、スピードも大事かなと思います。ちなみにリカさんのヘッドスピードは普通してたら42、3とかですけど、ちょっと友達とかは45、6とかマックスでしたんで、その井上徹さんのとこで働く時とかなんで、なんかそうですね、45、6。あとはやっぱ最後は当て方なんで、まあ、当て方はちょっと技術的なとこがあったりするんで、まずはさっき言ったところをやってもらえると少しは飛ぶようになると思います、絶対。ありがとうございます。はい。では見本のスイングを、はい、お願いいたします。あとなんかこのボール飛ばしたいという時とか、私は普段こうやって構えてるとしたら、ちょっとつってちょっとスタンス広くすると、自然にここ飛ばすよーってなってこういう感じの構えに。ちょっと今日ね、ノークラブじゃないんですが、持ってこないちゃってる。そうですね。めっちゃかぶってるイメージ。コタさんみたいな。もうちょっと触れてきたね。ああ、浮かないね。結構ね、ここ厳しいよね。そういうのは。でもだんだん打てると触れるようになってくるから。本当です。レンタルのクラブでこんだけ。うん、ちょっと俺左。そうだ。ありがとうございます。ちょっと自然にこうやってますね。ヒールアップしてる。そんな感じです。ぜひ皆さんもお試しあれ。ありがとうございます。